皆さんこんにちは。旅するアーティスト、タリキペイターの地球です。今日も海が綺麗で天気が良くていいですね。気持ちの良い日です。景色最高、窓開けてこんなって最高ですよ、本当。まあ今日はですね、特に今日も出かけるとこないのでというか、まあ、家にいるので、今日はですね、願い事を書いていたら今が幸せだってことに気づいたってことをおしゃべりしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日は、願い事を書いていったら今が一番幸せだっていうことに気がついたっていうことをちょっと喋ってたいと思うんですけど、まあきっかけというかね、昨日僕が参加してるタンデンラボっていうね、コミュニティグループがあるんですけど、そこで、タンデン式願望実現の講座というかですね、実践、ワークをね、ちょっと、まあ、みんなでやったんですよね。まあ、ただノートとか何か紙にねひたすら、まあ、書いていくんですけど、お腹に心を収めた状態ですかね、まあ、普段瞑想している時の状態というか、はい、頭でっかちにならずに、お腹に、心がある状態で浮かんでくる、まあ、思い、まあ、願いですね、願望を書き出してみましょうみたいなワークだったんですけど、でまあそうですね、僕はまあいろいろ何でもまあその時その時で出てはきますけど、まあそうです、書くなるのはやっぱり僕は温泉に毎日やっぱ入りたいとかですね、入ってでアートをして、でその地域で行く先々でアートの作品ができてとか、出会った人に絵を渡せたりとか、そういうことができても、ぶっちゃけそれだけで生きていければ暮らせていけるんだったらそれが一番いいみたいなところがあるんで、まあそういったところを中心にして、あとはまあなんかこの人に会ってみたいとか、まあいろいろ出てくるものをまあ書き出していったんですよね。でまあ本当に何でもいいんだと思うんですけど、この人に会いたい、この人、まあ何でもいいと思うんです、本当に。まあモテたいでもいいですし、お金が欲しいとか、そうですね、例えば伊豆山神社ってまだ僕忙しくて時間なくて行けてないんですけど、そこに実は小泉京子さんって、まあ芸能人の小泉京子さんですよ、でが、鳥居を奉納されているらしいんですけど、その奉納した願掛けで奉納して、その後アマちゃんに出て、まあ、アマちゃんヒットしてね、まあなんていうか、その後また仕事の調子うまくいきだしたみたいなのをブログ、誰かのブログでね見たことがありまして、おおみたいな、じゃあ僕もそういうのいいなみたいな、この辺りのそのね、お世話になってる地域ですから、伊豆山神社に奉納できるようなぐらい稼げるようになりたいなみたいなのを書いてみたりとか、まあいろいろ本当に浮かんでくることをね書き出していったわけなんです。まあ大体20分とかもっとかな、まあなんとなくね、そういう時間、ワークの時間があったんですね。でそこで書いていて、あれっていうか、その願いというか、今この書いてる時楽しくねみたいな思ったんですよ。っていうか今幸せじゃねえかと、まあ、僕ちょうどね昨日は休みだったんで温泉入ってきたからっていうその余韻っていうのもあるんですけど、間違いなくポカポカしてましたし、もう数時間経ってもまだまだ体がポカポカした感じが、なんていうんですかの、それが持続してる感じがなんかあったんですよね。で結局こう、まあいろんな状況あれ、そうやってこうね、願いというか、こうしたいんだ、こうありたいんだみたいなことを書いてるとね、なんだ今が、その今が幸せなんじゃんっていうのに気づいたんですね。おおとか思って、おなんかすげえ得した気分だったんですけど、なんかそのことまあ後でね、まあみんなの前でちらっと言ったら、そうそうそうなんよみたいな話にもなって出たんですけど、そう本当だから今なんだなと思って、まあまあもちろんその願いってね未来のことあったりしますけど、未来ってまあ実は存在ってするようでしないじゃないですか、今しかまあねないので、だから結局は今望んでること願ってること、そうやって思い描いてる今が、ああ今が幸せなんだな本当はみたいな、そうやって願える今ってすごく幸せじゃねえかみたいな風なことを思ったっていうお話なんですけど、まあ、特にオチとかはないんですけど、はい、
なんかそういうふうに思えてる、まあ、今のね状態もいいのかもしれないですけど、そのまあもちろん仕事ハードな部分もあったりとかは、その今のリゾバがねあったりするんですけど、昨日はその温泉に行けたりとかね、まあ来週以降もまた行くぞとかね、いろいろこうどん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 新しい世界が広がっていく感じがね、で今度次5月以降はどこに行こうかとか、やっぱ温泉に本当にこう入ったあのプハーって感じがたまらんわけで、それをなんていうんですか、日常になるべく置いていこうっていうのは、今までの人生の中でこんなに温泉にこだわって、でしかも温泉のなんかそのリターンっていうのがね、自分の中での体に対してこう全身にこうクワーってくる、みなぎる何かがあるんですね。多分それはただのお湯が気持ちいいとかだけじゃないのかもしれないです、わかんないです、僕なんかうまく言えないんですけど、まあ例えっていうのは、その世論で僕はそのよく海に入って、あの本当になんですか、清めるぐらいの感じで泳ぐとかじゃない、入って砂浜の上で横に、ね、大の字になってこう寝そべって日向ぼっこしたりとか瞑想したりとかいろいろしとったんですけど、その時もやっぱり気持ちいい感じがあって、あの余韻とかもあったりしたんですけど、温泉は温泉でやっぱりそのやっぱ湧いてくるもんなんでね、エネルギーがすごいんですよね。だからなのかな、そういうのも多分あるのかもしれないんですけど、とにかくその温泉にこだわって、いろんなところの温泉に入って出会って、でそのあ最高だなみたいになってる、そのそれもやっぱり今なわけで、それをやっぱり最近ね特にこうたくさん積み重ねていく中で、そう熱い温泉にこう浸かった瞬間のあの感じっていうのはいろんなところに入ってて、でそれもまあ何ですか、年に1回とか2回とか月に1回とかなわけではないわけですよ。もうなんならまあ毎日ではないのがちょっと残念ではあるんですけど、最近は毎日入れるとこ今度ちょっとさ本当探す次こそはとは思いますけど、あの今働いてるとこはやっぱりこう源泉かけ流しではないし、本当消毒とかもしとるからあんまり正直入ってテンション上がらないんですけど、まあ、とりあえずシャワーよりはマシかなぐらいの感じでは入ってますけど、いますけどね。そうなんかそのただまあ今言ってるのはその温泉の感じをこうやっぱりこのここ最近すごく繰り返してきてるからなんでしょうね、あの感じがやっぱり、うん、体というか心というかなんかこう覚えてて、その今のこう幸福感みたいなのを、がわって湧いてくるんでしょうね。だからその願いを書いてる時もそれが出てきたのかもしれないんですけど、でもとにかくやっぱ今なんだなと思ってという話で、でまあちょっと余談ではあるんですけど、あのぜひね僕好きな錦鯉さんっていうあのお笑いのあの漫才のね方がいるんですけど、その M1 で去年のね M1 で優勝したネタですね、猿を捕まえるっていうネタなんですけどね、その中であの猿を捕まえる仕掛けをするして、バナナをこう仕掛けて、なんですかこうザルカゴとか上にねこうでその紐を引っ張ってこうかぶせて捕まえるみたいな仕掛けをねあのするんですけど、その仕掛けた本人、まあ、あの正則さんですねが、あれみたいな、バナナがあるみたいな感じで自分が引っかかっちゃうっていうのを3回繰り返すっていう、まあ、あのだからこうどん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 笑いがあの強くなっていくっていうねネタなんですけど、あれもねなんかふと思ったんですけど、今しか見えてないっていう、その今を見てるから自分仕掛けた自分のことがあの記憶がぶっ飛んでいてあれってその今のバナナがあるっていうガチな感動してるんじゃないかって思って、でもそれってなんかあそこでは本当笑いのまあね種というかあのなんですかね笑、まああれは本当にお笑いなので漫才なのでそういう風に捉えてますけど、まあ正則さんがバカなキャラクターだなっていうので笑ってるっていうところはあるんですけど、なんかバカにできない部分もあって、ああいうあなんかすごいこう深いなって思ったんですね。そう仕掛けたことを忘れて、その目の前のあのバナナに対しての、バナナはまあ好きなわけですから、わあバナナだみたいな、今これあーみたいな、今の目の前にあるものに対しての感動感激みたいなののまあマックスになってる状態で、まあまあね結果としてあれはバナナにかかっちゃうからどうしようもないんですけど、
あのそういう意味ではいいかどうかを別として、ただその今に対して目の前のものに対して感動しているとか感激しているっていう精神状態は僕はいいなと思ったんですね。うん、なんかそういうふうなことをふと今思ったので、まあ、その今っていうのにまあちょっと紐付けてというかね、ふと浮かんだので思った、あの回言ったんですけど、はい、あぜひそれを含めて、あの錦鯉さんの漫才は僕好きなんですよ。バカっぽいというか分かりやすいですからね、はい、面白いので、あの、うん、ぜひ見てもらいたいなと思います。なんか今日はすごいモンスター的な絵になっちゃいましたけどね、まあこういうのもいいでしょう。はい、今を書いたら、今のことを喋ったらこんなになっちゃいましたけど、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。旅するアーティスト、たりきペインターの地球でした。ありがとうございました。